皆さんこんにちは、かんなぎまろです。今日は YouTube を始めて初めて私のことを知ってくださった方とかもいると思いますし、まろのことを最近知ったよって方もいると思うので、そんな方たちに知られてない部分っていうんですかね、まだあんまり話したことないこととか、あとはなんか本当に定番中の定番の質問って案外聞かれないことが多いので、その辺を答えていきたいなと思います。かんなぎまろ徹底解剖スタート。はい、で私ちょっと普通に喋ってても面白くないので、お酒の力に頼らせていただきます。寝起きですごい顔むくんでるんですけど、こちら初めてのこのフォーカスがヘパリーゼで、ヘパリーゼさんを飲んで胃に負担をかけずにお酒飲んでいきたいと思いますね。これってこれ飲んでいいのかな。こちらね、アイネコのチャブちゃんです。はい、今日飲んでいくのは氷結ストロングのピーチ&マンゴーというものになります。ヨヨ回そう。来た、質問に答えていきます。インスタのストーリーでたくさん募集したので、そちらに答えていきたいと思います。好きな食べ物、トリュフ、フォアグラ、焼肉、お寿司です。タン塩ですね。タンが特に好きです。好きな色はなんか私すごいエメラルドグリーンとか緑が結構好きで、こうソファーも緑で、これ電車の中の写真と間違えられたことがあるソファーなんですけど、色は緑系が好きですね。エメラルドグリーン、ミントグリーン、こういうレトロなグリーンだったり、あとオレンジとかも好きで、パキッとした色が好きです。でもメンバーカラーはマロンクリームなので、マロンクリームの服とか色のもの見つけたら、あ、やっぱコンタクトきた。買っちゃいます。てかごめん、こっち見ちゃうんだよね。すいません。気になるよね、そういうの。身長、出身。身長は155センチで、出身は埼玉県です。なんかウィキペディアには川越出身って書いてあってよく言われるんですけど、まあ確かに生まれた病院は川越なんですけど、育ちは東武東上線の鶴瀬っていう駅にずっと住んでいました。鶴瀬と富士見野の間ぐらいですかね。知ってる人いますかね。その辺に住んでいました。座右の銘は人生に無駄はないです。これはお母さんが昔から私に人生に無駄はないっていう言葉を言ってくれてて、なんかその言葉を聞いてから辛いことだったり悲しいことがあっても、あ、これもきっと何かいいことにつながってるんだなって思えるようになったので、この言葉はずっと胸に留めています。アイドルになったきっかけ、アイドルになったきっかけはですね、ちっちゃい頃から幼稚園ぐらいの時ですかね、モーニング娘さんのことが大好きで、絶対モームスに入りたいと思っていたんですけど、モームスのオーディションの応募要項が中学校1年生とかからで、私はその時まだ幼稚園だったので受けれなくて、それで絶対中学生になったらモームスになろうと決めて過ごしてたんですけど、最初に小学校2年生の時にハロプロキッズオーディションっていうオーディション、焦った、ゴキブリかと思ったらゴミだったはい、話戻って、それでハロプロキッズオーディションっていうのが私が小学校2年生の時に行われてて、そのオーディションで合格なさった方々が、まあ、ベリーズ工房さん、キュートさんという先輩方なんですけど、そのオーディションは落ちてしまって、で2年後にハロプロエッグオーディションっていうオーディションがあったんですけど、そちらももう1回オーディション受けて、その時にやっと合格して、まあ、研修期間が5年間ぐらいあって、デビューできてスマイレージっていうグループに入って、改名してアンジュルムになって、21歳でアンジュルムを卒業して、5年ぐらいお休みしつつ作詞をちょこちょこやらせていただいてたのですが、2020年の3月27日にゾックに加入しました。こんな感じで、ね、ざっくりとした私の年表っていうんですかね、そうなります。わ、きついわ、昼からストロング
マロという名前の由来、これよく聞かれるんですけど、まあこれは私ちっちゃい頃からおじゃる丸、 NHK のアニメのおじゃる丸が大好きで、おじゃる丸が自分のことをマロって呼んでるのが可愛くて、私も自分の一人称をマロにしてたんですよね。マロはってずっと言ってて、そしたら一人称だったのが気づいたら愛称に変わっていたっていうところで、そのまま次の活動はじゃあ芸名マロにしちゃおうかなみたいなノリでマロにしました。馴染みやすいですよね。マロちゃんって語呂もいいし言いやすいから、マロにしてよかったなと思います。衣装制作の際にこれだけはとお願いしてることは何ですか？これ意外とありまして、洋服、普段の洋服に私こだわりはないんですけど、衣装として使う服だったり、ステージの衣装にはすごいこだわりがあって、腕を出す時も二の腕は絶対に出したくなくて、まあちょっと二の腕がね太っちゃってるっていうのもあるんですけど、二の腕のお肉のタイプが、まあいろんなお肉のつき方人によってあると思うんですけど、私はこう見た時のこの後ろ側にお肉がついているので、まあちょっと下品に見えてしまうんですよね、腕を出すと。それが気になるので、二の腕はなるべく出さないとか、パフスリーブにしていただいたり、出す時でもこう肩は出すんだけどここら辺は隠れる、肩空きのなんかスナイデルのそういうニット流行りましたよね。そういう感じの形にしてもらうだとか、まあ、ゾック入ってからはそうだね、腕とかあんまり肌を露出しないですね。あとお腹も出さない、胸元も基本的にはあんまり谷間とかが見えない洋服にしてもらうようにしてます。でも足はミニスカートでもどれぐらい短くてもいいって決めてて、上を隠す分下を出すっていうバランスを心がけてます。あと靴下とか履くときは足首にあまりゴムがきつくないものにした方が、足首が綺麗に見えるので、そこはこだわっています。あ、来てる、回ってきてる。運動はできる方ですか？ 50m 何秒ですか？運動はもう全然できないんですけど、足もめちゃくちゃ遅くて、 50m 10秒から11秒ぐらいはかかってしまいます。足速くなる方法あったら教えてください。ピアスの数、ピアスは17歳ぐらいの時に多分開けたんですけど、3個ですね。こっち1個、こっち2個です。でもこっちの2個両方穴が使えるわけじゃなくて、なんか私は病院で開けてもらったんですね、皮膚科で開けてもらったんですけど、こっち1個1個最初に開けて、左側はずっと特にトラブルがないんですけど、こっちの最初に、右側の最初に開けた穴が機械で開けてもらったんですけど、機械が引っかかっちゃって、その時にグリッってなったので、その時にどうなったのか分かんないけど、ピアスを開ける時に穴に一回入れてから穴の中をちょっと探って後ろの穴に出さなきゃいけないみたいな状態になっちゃって、そこがすごく痛くて産んだりもしてきちゃったので、新しくもう一個穴を上に開けてもらいました。だから3個なので、だから実質2個ですね。使えるピアスの穴は2個です。1個1個です。マロが自分で思う長所と短所。短所は飽き性なところと集中力がないところですかね。めちゃくちゃ短所だと思います。長所は、長所パッて出てこないのやばいよね。長所ね、仲間思いこんなん自分で言う人いるのかな。友達思いなところかなって思います。何フェチか知りたい。私フェイスラインフェチです。多分骨格フェチっていうのかな、骨だったりなんか筋肉が見えるのが好きで、マッチョが好きなわけじゃないんですけど、特に男性のフェイスラインでここがシュッてなってる人を見るのがめちゃくちゃ好きですね。あとはふくらはぎの筋肉とか、でもフェイスライン、私ここのラインめちゃくちゃ好きです。はい、あー酔っ払ってきた。グヘ、これ意外と食べれませんってものありますか？甘いものが苦手で、マロンクリーム色なんですけど、栗も苦手で、そうですね、デザートがあんまり得意ではないですね。自ら食べないだけで、全然友達とスイーツ食べに行こうって言われたら食べれるし、それも苦痛じゃないんですけど、自分一人でいる時に甘いものを自分で買うことはあんまりないですね。でも好き嫌いがほとんどなくて、
食べてって言われたら何でも食べれると思います。1日のルーティーン、カバンの中身知りたいです。これはルーティーンとカバンの中身は動画それだけで1本作れそうですね。今何も考えてないカバンは、私これを使ってるんだけど、もう何年も前にディズニーランドのお土産で買ったこのマリーちゃんのバッグがすごい好きなんですけども、今このね、カバンの中にまさかのね、これが入っていた。昨日コンビニで帰る、ご飯、友達とご飯食べて家帰る前にコンビニ寄ったので、家帰ってからもう一回コンビニに出るのめんどくさいなと思ってね、ストロング買っといたんだけど、そのままバタンキューしちゃったのでカバンに入れっぱなしでした。笑いのツボ？なんだろう、笑いのツボは私、思い出して笑っちゃうのが本当の面白いかなって思って、突発的にさ、パッて笑わせる系の笑いにはあんまり笑わないんですけど、後から友達にこうこうこういうことがあってとか、あの人がこういうこと言っててとか話した時に、また聞きでも爆笑できるような笑いが私は好きかなって思います。一押しの焼肉屋、ガチで行きつけすぎて言えないけど大好きなところが一個あって、ちょっとそこは内緒なんだけど、最近でもコースで行ったのだと牛ごろっていう焼肉屋さんコースで行ってすごい美味しかったです。はい、牛ごろ美味しかったのと、でも焼肉ジャンボとか私すごく好きですね。まあ、ちょっとお値段はするんですけど、それなりのお金出してよかったって思えるぐらいの最高なお肉が出てきます。でも全然牛角とかも一人でめっちゃ行くから、結論お肉って最高って感じ。生まれた時のグラム、こんなの聞かれたの初めてなんだけどさ、チャブちゃん、でもチャブちゃんね、私が生まれた時より大きいんですよ。私が生まれた時は 3212g で、ちょっと大きめだよね。大きめかわかんないけど、別にちっちゃくはないというか、 3212g でした。3月12日生まれで 3212g という、312に恵まれた312尽くしな子供でした。これじゃあ紹介しようか。エキゾチックショートヘアのチャブちゃんです。女の子なんですけれども、チャブちゃんは今日病院で 3.9 キロあって、先生に注意されてしまいました。ご飯、お菓子あげすぎですって言われたんですけど、実はチャブちゃんお菓子を食べたことがないんです。おやつあげない方がいいって言われてたから、あげてないし、ご飯もあんま食べてないんだけどね。お肉ついちゃったからフード変えようかなって思ってます。あと運動量もね、増やせるようにキャットタワーとかさ、やってみようと思います。かわいいね。しばらくチャブちゃん抱っこしてみようか。爪のケアってどうしていますか？爪は今ネイルこんな感じで、これマグネットネイルっていうやつなんだけど、ネイルはでも定期的にね、行っているサロンさんがあって、まあ、今度紹介、動画でも紹介できたらいいなと思ってるんですけど、そこが、爪、ジェルネイルをしながらも地爪をいたわってくれるサロンで、ジェルネイルって結構削ったり、爪を薄くしたりするから、爪がボロボロになっちゃうんですけど、ジェルをしてるのにめちゃくちゃ爪が強くて、オフした時にめちゃくちゃ綺麗な爪にが育ってるっていう状態になるサロンさんを見つけて気に入ってずっと通ってます。そこを今度紹介したいと思います。痛い、噛まないで。中学生の時学校行ってましたか？行ってました。あくまでもその頃も芸能活動していたんですけど、学業優先だったので義務教育である中学校はしっかり行ってました。もちろん早退だったりお休みせざるを得ない時はたくさんあったんですけど、基本的には行ってましたね。まあお勉強はね、苦手だったので学校の授業で教わることだけでついていくのがちょっと難しくて、塾にも、はい、個人的にね、お母さんに頼んで英語セミナールにも通ってました。合間を見てもう寝る間を惜しんで学校の勉強は割とちゃんとしていましたね。続いて、そのお勉強どのくらいできますかっていう質問で、私お勉強本当に苦手なんですよ。めちゃくちゃできないんだけど、やったらできるんだと思うんですけどみんなそうだよね。先ほど言った英語ゼミナールに入ったきっかけがテストの点数が悪すぎることだったんですよ。でまだろれつ回んなくなってきちゃって、テストが
12点だった時があって、それはまずいぞってなって塾に通って、そっからはでも一応ね90点前後は取れるようにまでは復活したので、やればできると思ってるんですけど、今私の知識の中には今までこう学校で学んできた数学だったり公式だったりは一つもないです。でも学校って、学校で教わる勉強、正直大人になってから使わないことの方が多い気がするんですけど、学校に通ってたことで、例えば音楽でも音楽の授業でもみんなで発表するためにこの楽器を覚えるとか、このリコーダーを覚える、リコーダーなんて大人になって使うこと一回もないんだけど、リコーダーでこの曲を一曲やり遂げるっていう目標、みんなで決めた目標に対してやり遂げるっていうことを学ぶ場所だったのかなと今は思ってます。すいません。はぁ、ちょっと酔っ払ってきちゃった。いろんな選択をする際に大事にしてるもの、これは直感ですね。例えばちっちゃいことでも友達にご飯誘われてなんか乗り気じゃないなって思ったら、多分そこで何か起きるんですよ。行きたいって思ったものには行く、行きたくないって思ったものには行かないとか、やりたいって思ったものはやる、うんーって迷ったものはやらないとか、直感はすごく何するにも大事にしてます。ちっちゃいことでも大きいことでも自分の直感を信じることは結構大事にしてるかなと思います。1杯目に飲むお酒は、外食だったらビールでギアを上げますね。でも家だったら1杯目に強めのお酒を飲むかなと思います。1杯目にストロングとかワインとかを持ってきて、その後にゆっくりほろ酔いとか飲むのが私ゆったりできてすごく好きです。ちなみにね、この後出かけるんですよ。でももうこんなに出来上がっちゃってて、ストロングって多分自分が思ってる以上に人に酒臭いって思わせるじゃん。断りたい。好きな異性のタイプ、ニヤニヤしちゃう。優しい人、優しくて面白くて何があっても私の味方でいてくれる人がいいなって思います。はあ、いないかなそんな人。私は今のところ誰とも婚約とかはしていないんですけど、個人的には結婚しても子供産んでもアイドルしていたいなって思います。だから子供いても結婚しててもアイドルしてるマロちゃんの姿を応援するよって思ってもらえるようなアイドルになれるように、はい、今を頑張りたいと思ってます。あっ、私結構答えてる。前世は何ですか？シンデレラです。どうしてハロプロ辞めちゃったんですか？いや、これは卒業する時にもいっぱい話したと思うんですけど、9歳からずっとハロープロジェクトにしかいたことがなくて、まあ、いわゆる普通の女の子の暮らしっていうんですかね。正直一人で新幹線だったり飛行機だったりそういうものにも乗れなかったし、ご飯も作れない、洗濯もできない、アルバイトもしたことないっていう自分にちょっと怖くなってしまって、一回社会経験を積みたいなって思って卒業しました。ゾックちゃんたちそれぞれとデートに行くならどこに行きたいですか？難しいな。にっちゃんとはまず映える場所に行きたいですね。にっちゃんはもう映えスポットが大好きなので、とにかく映えるカフェとか可愛いところに行ってにっちゃんの写真をいっぱい撮りたいです。リコツブは、リコツブは喋るとめちゃくちゃ面白いんですよ、リコツブって。だからリコツブの話をいっぱい聞きたいので、無難に居酒屋とかでお酒を飲みながらリコツブの話を延々と聞きたいかなって思います。カレンちゃんはハロプロジェクトめっちゃ好きなんですよ。いや、私もめちゃくちゃ、あのメンバーではあったんですけど、めちゃくちゃオタクとしても好きなので、ずっとカレンちゃんとはハロプロ縛りのカラオケデートに行きたいです。で、聖子ちゃん、聖子ちゃんは、聖子ちゃんともずっとご飯とカラオケっていうルートでデートをずっとしてたんだけど、聖子ちゃんとはね、でもお買い物に行きたいですね。ファッションが可愛いので、お金はちゃんと払うから私に似合うものをたくさん選んで買ってほしいなって思います。習ってた習い事とかあれば知りたいです。ピアノとクラシックバレエを2歳、クラシックバレエを2歳から習っていて、ピアノは5歳ぐらいから、どちらも小学校6年生ぐらいまで習っていました。マロちゃんが思う自分の一番好きなとこ
私はこれ自分の一番好きなとこでもあり一番嫌いなところでもあるんですけど、好きな友達だったり好きな人のことを守るためにはなんかこう手段を選ばなくなっちゃう自分がいるんですね。大事なものを守るためにそこまで動ける自分のことは好きなんだけど、手段を選ばないことで傷ついちゃう人もいるっていうことが嫌いなところでもあります。もう今はお酒が回ってるので今から喋ることに関しては、すいません叩かないでください。よいしょ、正気を取り戻せ。こんな足ですいません。一人でいる方が好きそうっていう勝手な印象だけど、女の子のグループで活動してる。これ多分続きがあるんだろうけど続きが見つからないのよ。一人でいるの好きなんだけど、その一人でいるの好きなんだけど、それって一人じゃない時間もあるっていう確約がある中で作られる一人の時間が好きっていうことで、ずっと一人なのであれば一人の時間は好きじゃないです。寂しいし、メンバーに会えるとか友達に会えるとか好きな人に会えるとかいう約束確実にある状態でのその前とか後の一人の時間は私はめちゃくちゃ好きだから、完全な一人は苦手です。うん、お酒以外の好きなもの知りたいです。キャブちゃん、キャブちゃんのことがもう大好き。キャブちゃんのためにお金を持ちになってもっと大きいお家に住んでキャブちゃん専用の部屋を作りたいっていうのが今の私の夢です。だからこれから結婚する人とかが猫アレルギーだったり猫苦手だったらちょっと厳しいですねっていう状態。ねえ大好き。うん、キャブちゃんごめんね起こして。かわいい、かわいすぎる。結構酔っ払ってんな。対バンしたいアーティスト教えてください。これは新生かまってちゃんさんですかね。前から好きって言ってるのもあるし、私はゾックに入る前にもゾックと対バンして、対バンっていうのかな、ツーマンっていうのかな、してるのを見てて、で私の人生をすごく変えてくれたのが新生かまってちゃんだったりもするので、私は加入した状態でももう一回対バンする機会があったら嬉しいなって思います。てな感じで解剖っていうんですかね、質問には答えたんですけど、マロの知られざる部分だったり知らなかった部分を分かっていただけましたでしょうか。これはねまだもう全部は飲み切ってないんですけど、もうこのぐらい飲んだだけでこんなにも酔いが回るんだなってことを痛感いたしました。これからもこの YouTube を通して私のことをもっともっとしていただけるように頑張ります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ、またね。よいしょ。